さんを構成する3つの要素の3つ目、はい、よろしくお願いいたします。はい、こちら袖です。はい、袖と書いてイラストがポップコーンということで、違います袖です、これ手ですよ。袖なんですけど、ちょっと私今日はこんなあのノースリーブなんですけど、あのこの辺こう袖があるのめちゃめちゃ安心して、結構この辺に欲しいんですよ布が。なのでこう長めの服を着てこの辺までこう埋もれさせてるのがすごく好きなんですね。最近ちょっと燃え袖で、あのファンの方にはいじられることも多いんですけど、はいはいはい、が私のポイントの一つかなと思って入れさせていただきました。なるほど。基本的には、はい、まあ普段はまあライブの時とか衣装とかだからちょっとそういうのが難しい、うん、そうですね、私服とかはもう、はい、でも、はい、まあ、夏はちょっと暑がりなんで、はいはいはい、結構短いの着るんですけど、ただもう寒くなったら絶対ここまであるものが大好きです。上もだからオーバーサイズのとかをこうくるまるようになるだけこう服体が埋もれるように着るのが好きで。何かきっかけがあったんですか？それ、そういう気づいたらなんかもうそういう、あ、そうです、あの最初は言っても自分であんまり気づいてなくって、そういう癖があるっていうのを、ただやっぱここにここまであるっていうのが結構安心感があって、ずっとそうやってやってたみたいなんですけど、そのファンの方とかメンバーとかになんかいつもそうしてるよねって言われた時期があって、あ、確かに言われてみればって思ったり、確かに高校の時の癖がこう制服の上からカーディガン着てたんですけど、はいはいはい、こう勉強しててプッてこう腕を振って、あのここのカーディガンをここまで戻すっていう癖が確かにあったんですよ私、はいはいはい、こうすることで袖を落としてでまたこうやってあの掴みながら何かをやるっていう、なのでこう知らず知らずのうちに私を構成する要素になってた気がします。でもそうですね、その三大要素の中の一つに書くっていうことぐらいだから、はいはい、自覚ももちろん、はい、あると、芽生えました自覚が。ちょっとご飯食べるときは、ご飯食べるとき、あ、ちゃんと気合入れまくるんですか。はい、まくります。やっぱり動せないので、はいはい、まくるんですけど、ただもう終わったらすぐ戻してこうやってるのが一番安心です。春野さんの、はい、まあ、推しの、はい、春野さん推しの方にも、はい、もうみんなやってほしいですか。あ、ぜひそのやってほしいですよ。これ、あ、確かに安心するねって共感してもらいたくって、はい、まあ、それこそ私あの先日誕生日を迎えたんですけど、はいはいはい、その誕生日の記念のグッズっていうのを毎年出すんですけど、あの今年はあの誰でも萌え袖にできるようにロンティーを出すことに決めました。はい、あのその萌え袖ってかこの袖が長いのの良さを皆さんにも知ってもらおうと思ってロンティーを出すので、皆さんもぜひやってみてください。落ち着くと思います。夜間とアイドル。ちなみに春野さんは、はい、このイベントでツーショットを撮りたいとか、なんかこうアイドルさんいますか。この番組はもしさん、私のひろゆきさん、近沢さん、りょうちゃん、隊員のぞむさんの提供でお送りしました。ありがとうございました。